ボクシングの WBA 世界フライ級3位、桑原拓大橋、が11日、5月6日に東京 D で行われる同級王者、有利悪意性サトル、倉敷森康、絵の世界初挑戦に向け、神奈川、横浜市内の所属事務で会見した。世界スーパーバンタム級4団体統一王者、井上直也、大橋、と元世界2階級制覇王者ルイス・ネリ、メキシコ、 の歴史的一戦の興行に参戦。3年前にプロ唯一の黒星を喫した王者へのリベンジを誓った。戦績は28歳の悪意が19勝、11KO、2敗1分け、28歳の桑原が13勝、8KO、1敗。王者の強さは今も脳裏にある。2021年7月、桑原は日本フライ級王者だった悪意に10回 TKO 負け。 初回と最終回にダウンを喫した。当時はアマチュアの延長。プロボクシングは甘くないぞ、と教えられた。厳しさ、8オンスの怖さを知った。圧力をかけてくるパンチャーの顔は今も忘れられない。鋭い目つきは印象的。獣のよう、スピードスターの異名を持つが、パワー不足を痛感した。以降は同門の元圭一世界王者、竹井良樹と共にキックボクシングジム。 パワーオブドリーム、二週一、二回通った。原始的、時代に逆行した内容、とタイヤやハンマーを使った筋トレに挑戦。陣営の大橋秀幸会長も、みんなが忘れている根性がつく、と驚くほど前時代的なものだった。一年で腕が二回り太くなった桑原は、生物的に強くなれる、と喰らいつき、再起後は五連勝した。五歳から空手を始めた。 小学生の全国大会がない流派だが、最も大きな近畿大会で6年間優勝。父親に無理やり連れて行かれて、と4年次の終わりからボクシングも並行し、中学から専念した。マサトに憧れ、K1 王者になると書いた夢は、次第にボクサーの世界王者に。実現の舞台は、まだ行ったことすらない東京 D だ。唯一の敗北で遠回りしたが、パワーが加わったスピードスター。 初挑戦の時期は予定通りではない。けど、予定通りだったら世界を得れていない。これが最善の道。負けた記憶は絶対に消えない。人生とスタイルそのものを変えてくれた。負けて強くなれることを体現したい。王者への雪辱。世界戦4試合の先陣を切り、歴史的興行をド派手に飾る。丸、興行は Amazon プライムビデオにて、プライムビデオプレゼンツライブボクシング。 の第8弾として独占生配信される。井上と桑原のほか同門の WBO 世界バンタム90位、竹井義喜が王者ジェイソン・マロニー、オーストラリア、に世界初挑戦。直古屋の弟の WBA 世界同級王者、井上拓馬、大橋、が同級1位、石田拓海、井岡、との2度目の防衛戦に臨む。 同じ工業で世界戦4試合は国内最多3試合を超える史上最大規模となる。